こんにちは、池田しおりです。みさきです。今日はこの秋おすすめツヤモテ愛されチークをこちらの無印のチークとシマリンググロディオを使って、レクチャーしてみました。チークの入れ方が難しい方やチークの位置がどこに入れていいかわからない方におすすめですので、よかったら見てください。それでは動画スタート。今日は無印良品のオレンジチークを使ってやっていきます。しっかりブラシになじませて手でなじませます。頬の高い位置から少し上のところに外側に向けて横長にチークを入れていきます。次に3のシマリンググロウデュオを使ってハイライトを入れていきます。右側の明るい方のカラーを指に取り、また少しなじませ鼻筋とこちらの C ゾーンと頬のあたりと T ゾーンにハイライトを入れていきます。ツヤを足すことで肌に透明感が増します。最後にこちらの暗い色を先ほど入れたチークの位置に足していきます。そうすることによって1日キープできて崩れなくなります。最後にクリームチークをぼかしていきます。その際に手でやると手が汚れてしまうので、こちらのパフにティッシュを重ねたものを使って丸く入れたチークの外側をぼかしていきます。きちんとぼかすことによってより自然に見えます。愛されチークのコツは小さな円を描くように少しずつ色をのせることです。逆に大きな円を描いてしまうと顔が大きく見えるので注意してください。